はい、どうもスタッフ健太です。今日は8月の1日、月曜日となります。 Vlog スタートとなります。今日はですね、サクッと更新というところで、お知らせをですね含めながら、ようやく組み立てを完了しました新しいバイクのご紹介をしていきたいと思います。まだですね、ちょっとしっかりと全てのパーツを取り付けしてないんですけど、まあ仮での完成バイクというような感じでですね、まあ、重量を含めてですねアップをしていきたいと思います。まずはですね、お知らせをちょっと2点、お伝えしていきたいと思います。今日からですね、この新潟県長岡市で長岡祭り大花火大会というものがですね、開催されます。まあ3日間ですね、この8月1日から3日の間というところでですね、新潟県内は、まあ、フジロックがちょうど終わってからもう次のですね、お祭り長岡祭りの大花火大会という感じでございます。はい、で、お店のですねちょっと営業時間の変更がございまして、まあ、こんな感じになっておりますね。この2日間で、まあ、過去に全国でですね100万人以上の方がこの長岡市に来られるという時があったんですけど、まあね、駅の中がもうごった返してですね、もうキツキツ状態になってしまうので、スタッフがですねちょっとこれ帰宅難民になるぐらいの駅前がですねすごい人数になってしまいますので、さっさとですねちょっとこの日は帰ります。はい、で今日もですね、まあ一応、前夜祭というような形なんですけど、駅前でですね催し物があったりなんかするので、少し早めのですねこれ閉店となりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。でもう一つがですね、まあ、こちらの長岡祭りに関係するところなんですけど、当店のですねオンラインショップのオーダーの方が、いつもよりですね少し発送の方が遅れてしまう場合があるかなと思います。まあ、街中がですね結構渋滞していたり、あと当店のですねちょっと営業の方がですね短縮されたりなんかして、まあ発送が遅れてしまう場合もあるかなと思います。一応ですね、まあ昨日今日のオーダーであれば、明日8月の2日の火曜日にですね、発送を予定しておりますが、それ以降になってしまうと、まあ、ちょっと3日が定休日になってしまいますので、8月の4日以降の発送となるかなと思います。まあ、最短でも8月の5日6日あたりのですね金曜日土曜日あたりには到着できるように手配しますので、よろしくお願いいたします。という感じで今週はですね少し発送が遅くなる可能性もありますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。昨日ちょっとフリーズテックのですね冷感ミストのメインチャンネルでちょっとアップをさせていただいたんですけど、これねかなりすごいです。はい、皆様にですねぜひ一度使っていただきたいななんて思っておりますので、これね衣類用の冷感ミストなんですけど、これをですねファブリーズみたいにこう吹きかけるだけで、もう洋服がですねキンキンに冷えるっていうやつで、それがですね1時間以上もう持続するというところなんですけど、自転車の走ってる時でさえ、まあプラスで使えますし、お仕事の時も、まあ、アウトドアでですね遊ぶ時も、昨日もちょっとお話をさせていただいたんですけど、お子様のですね例えば部活動だとか、ご年配の方がまあ一人で部屋にいる時にですね、まあエアコンはなかなか使わないというご自宅もあるかなと思いますけど、まあそういう方にですねちょっと下着にこう吹きかけていただくと、かなりですね扇風機の風だけで体が冷え冷えになりますので、これ本当おすすめです。ぜひチェックをよろしくお願いいたします。さて、昨日ですね、ほぼ完成というところまで来ました。新しいバイクが完成しました。今日はこれが本題になります。そちらのバイクはこちらになります。ドーンというところで、アンカーの RP9 ですね、かなり前に入荷していたんですけど、シマノのですねパワーメーターの方が、まあ、170mm は早々に来たんですけど、自分のその
使用しているですね 167.5 というですね長さのクランクがちょっとですね遅れて入荷してきまして、こんな形になりました。もうあのカラーリングはですね黒と白しかないというステルス系のバイクに仕上がってしまったんですけど、まあまあまあいいでしょう。はい、まあこれはこれでかっこいいと思いますんでね。そうそうそう、まあ見た目まあもうもろもろなんかベンチに似てるなという感じで揃っちゃったんですけど、はい、あの実際ですね、このアンカーのジオメトリー RP9 のジオメトリーを見ると、まあスペシャライズドのジオメトリーに結構似てる部分がありまして、このアンカーの、まあ、今回の組み立てたバイクですね、サイズが44という一番小さいサイズなんですけど、あのトップの、ホリゾンタルのですね、長さが518というところで、まあ、私もスペシャライズドを乗ってた時もあったんですけど、そのですね49というサイズがトップが518というところがありまして、なかなかですね、サイズ感もスペシャライズドに似てるなという印象でございます。まあちょっとジオメトリーですねしっかりと見るとそんなところがあります。フレームカラーはブラックなんですけど、まあいかつい感じですね。はい、本当エアロバイクという感じでございます。で、ブリヂストンのですねアンカーではなくてブリヂストンと大きく書いてあるところはまたいいなという感じですね。で、今回コンポーネントの方は、新型シマのデュラエースをフルセットで、取り付けさせていただきました。で、パワーメーターのですねクランクがちょっと、入荷が遅くなってしまったんですけど、フロントの端数は5236、そして、後ろの端数は、1130の12速ですねで組み立てをさせていただきました。で今回ですね、リアメカの方には、セラミックスピードのビッグプーリーをちょっと取り付けをさせていただきました。これだけで結構いい金額になるんですけど、まあ、今後ですねおそらく値上げが予想されるのかなというセラミックスピードの方ですね、まあ、新型のその、デュラエースのビッグプーリーとかまた12速になってるんで、またこれが少しモデルが変わってたりなんかするんですけど、結構ですねこういうその平坦しか走らないような感じの平地メインのですねバイクにとってみれば、まあアウターを主に使うかなというところで、まあ今までは53を使ってたんですけど、それが52になることでよりですねアウターを使う場面も多いかなというところでございます。それでですね、まあ多少でもアウターロー側のですね抵抗を減らすというところで、まあ今回セラミックスピードを取り付けさせていただきました。そしてですね、ちょっと今回注目をしたいところなんですけど、ハンドルですね、まだポジションちょっと出てないんであれなんですけど、ステムは純正なんですね。でハンドルの方は私以前からちょっと FSA のハンドルを使っておりまして、上とですね下のハンドルの方のちょっと長さが違うっていうハンドルなんですけど、まあ、こんな感じのですね FSA のハンドルの設計になってるんですね。上の方がちょっと若干内側に入ってて、まあ、エアロポジションが取りつつで下半を握った時にですね、まあ、若干ちょっと腕が開くので、そのですね膝が当たらないように、まあ、うまく下半のですねポジションが取れるというものになりますね。 FSA のハンドルになります。一応内装化できるというところなんですけど、若干ですねブレーキのホースがピローンと出ているところであります。またポジションもですね少しずつ変化するかなというところで、またステムはですね、まあ純正のアンカーのものか、それかデダでですね、また同じようなところで長さ変更ができるステムが出てますので、少し重量がプラスになってしまうかなというところもありますが、まあ、ポジションはですね、少しずつチェックしていきたいと思います。今回ですねサドルの方は、まあ、今までですねスペシャライズドの、パワーアークというものを使ってたんですけど、今回ちょっと TNI をお試しにちょっとつけさせていただきました。カーボンレールで 145g という超軽量なですね、まあ、ショートノーズサドルなんですけど、
まあ、形状自体もですね、スペシャライズドのパワーアークとほぼ似てるというところもありまして、軽量で、そしてお値段が安い、1万円ちょいぐらいでですね、購入できるというところで、こちらですね、当店のオンラインショップでも販売させていただいてるんですけど、かなり人気のサドルとなっておりますので、ぜひチェックしてみてください。最後にですね、まあ、ホイールなんですけど、ホイールですね、これ、以前ちょっと、もう今は販売されてないんですけど、サクラというですね、ホイールメーカーがありました。で、実はですね、まあ、私自身、このホイール、かなり質がいいなというふうに感じていたんですけど、まあ、ちょっといろいろもろもろあって、やめてしまったという部分はあるんですけどね。このですね、サクラのホイール、ディスクのホイールなんですけど、1300g 以下というですね、前後セットのホイール、ホイールになってるんですけど、まあ、チューブレス仕様で、結構ですね、まあ、カーボンスポークを使ってたりなんかして、まあ、革命的なホイールでございました。ちょっとね、いろいろありまして、メーカー自体がもうなくなってしまったというところはありますが、今回このホイールを取り付けさせていただきました。で、昨日の夜ですね、少し、まあ、ちょろっと乗った感覚なんですけど、まあ、やっぱりエアロロードのディスクというところでですね、全く今までのバイクと進ませ方が違うなという印象がありました。で、ただですね、このサクラのホイール と、ビットリアの今回コルサチューブレスを取り付けさせていただいたんですけど、かなりですね、マイルドな乗り心地になっていましたので、今回この仕様でですね、まあ、ロングライドに行くとき、またレースでですね、ちょっと違うホイールをチューブラーのですねホイールで、組み立てをさせていただきたいななんて思っております。一応それはですね、シマノで考えています。はい、という感じでございました。これからですね、ちょっと30分ほど走ってきます。で、またですね、これバイクの進ませ方などですね、これロングライドで少しずつバイクの特徴など捉えていかないといけないかななんて思っております。はい、で、またインプレッションを含めてですね、お伝えしていこうかななんて思っておりますので、こちらの Vlog、 そして、メインチャンネルの方もですね、ぜひチェックをよろしくお願いいたします。ということで、今日は、バイクのチェックとお知らせをお伝えしました。8月になりましたが、もう暑い日が続いていますね。熱中症に気をつけながら頑張って仕事しましょう。それではまたアップします。